思い出のガンプラキットレビュー集。機動戦士ガンダムシード、モビルスーツバリエーション、ハイグレード、人海マニューバ。コズミックイラ70年、地球連合とプラントの戦いは、ザフトが実戦投入した人型機動兵器、モビルスーツによって拮抗。物量で圧倒的に劣るプラントと、地球連合軍との戦局を対等までに持ち込んだ。しかし、旧式化しつつあった主力モビルスーツ、人に代わる機体の開発は遅れ、次世代機の収益までのつなぎとして、人に近代化改修を施した高機動タイプ、人海マニューバが誕生するのであった。機動戦士ガンダムシード、モビルスーツバリエーションとは、機動戦士ガンダムシード関連の企画の一つなのでおます。昭和のガンプラブームの時に、もう立体化するモビルスーツがなくなっちゃって困りまくったバンダイさん。アニメに登場しない幻のモビルスーツなんつって、様々なモビルスーツの派生機をでっち上げ。いやさ、創作して立体化した伝説にあやかり、今回も様々な派生機やキャラクターを創作。2004年から展開されたプラモデル企画には、大河原邦夫先生らがホビージャパンに展開していた同名シリーズや、アストレイシリーズなどから機体がチョイスされたのでございます。そうだ、その通り。人海マニューバは、ザフトの主力モビルスーツである、人に代わる次世代機が完成するまでの中継ぎ的な措置として、人をベースに近代化改修を施し、高機動タイプに改装した機体なんどすえ。最大の特徴は、増設した各部のスラスターによって旋回性能が向上し、メインスラスターに、後にミーティアに採用される、戦艦用エンジンのプロトタイプを採用。その恩恵により、加速性能や航続距離が伸び、空間戦闘能力が飛躍的に向上したのでございやす。性能が上がったにもかかわらず、ノーマルの人に近い操作性を誇り、当然ながら共用パーツも多く、整備性も高いというおまけ付き。すなわち、ノーマルの人からの機種転換が容易な上、機体の信頼性も高い優秀な機体だったのですよ。パナイネー。武器は、試作タイプの突撃銃と銃弾頭を使用。この突撃銃は、先端に銃剣のように銃弾頭を取り付け可能なタイプ。銃剣の用法としては取り回しが悪そうなので、見た目重視のロマン武装なのに違えねえ。何せ、デザインしたのは大河原先生じゃなくて B クラフトですからね。そうだそうだ、そうかもしんない。武装が実弾主体のため、フェーズシフト装甲を装備する、連合製モビルスーツへは太刀打ちできないけどもそれはそれ。幸いにも、連合が量産機へフェーズシフト装甲を採用しなかったため、好んでこの機体を愛用するパイロットも多く、ゲイツの配備が始まってからも、あえてこの機体に乗る者もいたそうな。当然ながら、この機体に乗って戦ったエースパイロットも設定されており、1号機に乗ったと言われているのが、カノ、ラウル・クルーゼ様でして。スペシャルエディション、虚空の戦場で、グエサリウスの格納庫内にちょいでするシーンがあることから、おそらく、シグを受領した直後と見るべきじゃないかしらん。そしてもう一人。ガイデンなどでは、異名のドクターよりも、ヤブ医者と呼ばれることが多い、ミワイル・コーストが登場。傾向としては、他の MSV 初出の機体や、エースパイロットとの絡みは多いものの、カナード・パルス、ムラクモガイ、エドワード・ハレルソン、モーガン・シュバリエなどにはまるで歯が立たないという手いたらく。容器が全滅して撤退したり、時期を露覚されたり、撃破されたりと、ガンダムシード MSV における、カマセイヌの代表格なのは間違いねえ。ザフトに入隊する前は医者だったからかは知らんけど、髪の毛を模したパーソナルマークが素敵すぎ。いわゆる一つのゴッドハンドですよね。あえて、おこがましいとか言っとこう。思い返そうそうし合う。そういや、現実世界でも、たまにゴッドハンドと自称する輩がおりますな。釣り師とか、ゲーマーとか。モデラーでも、昔、上の界隈にゴッドハンドを自称するモデラーがいるとかいないとかいう都市伝説が存在する。などと立ちが聞いたっつうんで、嫌だっつうのに、京成上野駅から飴屋横丁あたりを、模型店はないかと、パインスティック食いながらうろうろしたものよのう。結局、成果はなかったのだけども、また一つ、モデラーの都市伝説が記憶に刻まれたのでござりましょう。そんなん、嘘っぱちだー。時は2018年2月、バンダイナムコグループの再編が決定。バンダイからハイターゲット向けの玩具、いわゆる、プラモデル関連のコレクターズ事業部、並びにホビー事業部が手掛けている製品を、バンプレストからは、コンビニエンスストア向けの景品関連事業を、新会社である、株式会社バンダイスピリッツに移管することが発表される。バンダイナムコホールディングスの子会社であるバンダイスピリッツは、同年4月から稼働。これ以降、発売されるガンプラは青いロゴマークが目印となったが、プラモの箱に値段や SD マークの記載がないことなど、違和感を感じるモデラーも少なくなかったという。
キットの値段は1200円。2004年6月に発売された、ガンダムシード MSV 第3弾のキットだよん。ちなみに、動画で使用したキットは、ガンプラ事業がバンダイスピリッツという子会社に移行した後の再販版だよ皆の衆。まあ、あえて言わんでも知ってるよね。ジンハイマニューバは、設定的にはジンの改良型。キットは、ハイグレードモビルジンのリデコキットという内容。良作と言われたモビルジンの発売から1年、200円増しでガラリとイメージを変えることに成功したキットは、モビルジン以上の完成度とモデラーに交換された名作なのでございます。名キット、来たー。その完成度は、ガンダムシード MSV でも極めて高く、ハイグレードモビルジンがベースだけに、プロポーションが優秀な点や ABS が未使用な点も変わらず、各部に追加された装甲も稼働を妨げることがなく、むしろ、バックパックのメインスラスターの取り付け方が、横から縦に変更されたことで、腕部の稼働範囲は増した印象なのだよね。ただし、昨今の新作キットと比べれば、関節構造などに古臭さを感じる点は否めないとか言っておこう。ですよねー。武器は、姿勢 27mm 機構突撃銃と、銃弾頭が付属。突撃銃は3パーツ構成のシンプルな仕様で、先端に銃弾頭を取り付けられるのが売りなのよ。銃弾頭は、両手のどちらでも持つことができ、サイドアーマーに装着可能。その他、ハンドパーツは拳状の持ち手が両手分と、突撃銃用の右の持ち手が付属。色の足りない部分に貼るシールと、ザフトや、ミワイルコーストのパーソナルマークのマーキングシールが付いているのが嬉しいねー。まあ、あれよね。手先の技術を極めようとする意識の高さは別として。プラモデルに限らず、神の手だとかゴッドハンドという言葉が好きな方は、どこの業界の界隈でも多いのですよ。これ本当。神の手とかは言わんけど、神が勝ってる。神か。なんて感じで今は表現するんじゃないかいな。普通は気にも留めないけども、実際に神の手とかデザインされると、意識している連中なんかは、これもありかと納得してしまうものなのかもしれん。かもしれん。んなわけねえじゃんとか思ったやつは、その意識の違いが、技術レベルに違いが生まれる要因なのだと知るべきやね。ざっくり言えば、だからお前はにわかなのだよ。わかれ。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。当時としては、機体色がグリーン系なので、ザクのイメージを色濃く受け継ぐ機体として人気だったモンザイモン。キットの成型色は落ち着いたグリーンなので、パチ組で組むとザクっぽく見えるのも好印象。雰囲気は出ているものの、パチ組のままでは合わせ目が目立つ上、色が足りない部分も多いのは、このシリーズ通しての特徴なのでございやす。定番の回収としては、ハンドパーツを他のキットから輸用するのは定番だよね、そうだよね。何せ、その後に様々なタイプのハンドパーツが出ましたからに、好みでチョイスすれば良いですな。全体的にエッジがだるいんで、各パーツに C 面出しを施すのも定番。キットの成形上、パーツに丸みを帯びてしまった面を削って、本来の直線的な面にすることを C 面出しというのでして、カッターの腹でカンナが消したり、金属ヤスリでエッジを立てて、プラ板とかに貼った紙ヤスリで仕上げると、完成品が引き締まって見えるのですよ。まあ素敵。高価な工具は特に必要じゃないけども、ただただ時間がかかっちまうのは確かやね。でもまあ、モデラーの方々は、この行為で気持ちよくなれるという素晴らしい特性をお持ちですんで、その点では全くもう満体。人によっては、台所のシンクの下のスペースに足を突っ込み、机みてえにして C 面出ししてるやつもいた問題。なんというか本中か、ダイソーで売ってるまな板が、作業時に使えるとか言ってたですね。まあ素敵。風呂に入った時にやるとか言ってたやつもいましたね。酒飲んでた時に聞いたもんで、最初は俺もネタだと思ったものなのだけど、会社で一日中パソコンとにらめっこした後、休憩時間はスマホで寝さふ。家に帰ってもメールの整理とかがあるので、目が疲れて仕方がない。どこか、集中できる場所をと探したところ、彼の場合は風呂場だったというだけの話ですやね。俺としては、湯船にシェーバー落として感電死したやつを知ってますし、最近では、充電しながらのお風呂スマホで感電死するスマホ中毒者もいるらしいし、電動ツールは持っていかないように注意しといたのでしたとさ。それで死んだら、しゃあないねー。やだもう、皆さんお疲れマンですな。トイレで企画のプレゼンの練習するやつとか、猫とかウサギとか飼って、ふわふわのモコモコから生きる元気をもらうとか。そういや、もうすぐクリスマス。小さなツリーと小さなケーキを買いまして、今年も一人ぼっちでアカシアサンタを見てる。そういう悲しいネタは飽き飽きですな、そうですな。俺のガキの時などは、サンタは金持ちの家にしか来ないと聞いて、ダチとサンタ狩りに行ったものよのう。一モデラーとしては、このキットをパチ組みするなら、素人でも2時間くらいでできるので、気分転換にはおすすめなのだと言っておこう。そうかそうか、よかったね。補足としては、ジンハイマニューバは MSV の出なので、メディアによって設定に違いがあるらしく、
外伝では最終決戦でビームサーベルを使ってましたし、ゲームによっては、M68 キャップス 500mm 反動砲を使う場合もあるそうな。スパロボにも一応登場してるのだけど、パーツスロットが多いだけの趣味の機体なのは間違いねえ。こんなマイナーなキットを再販してくれるのは嬉しいけども、再販される量が少ないのか、予約しとかないとすぐ中古屋とかで直扱いになっちまうのが嫌あんな感じなのだよバンダイさん。特に、バンダイスピリッツになってから、再販物やビルド系のリデコキットが多い印象。なんかもう、ガンプラもピークを過ぎた感じが半端ねえ。ハイターゲット向けとは言うけども、売り上げの伸びが良いミニプラとかはいかんしなかったあたり、先行きに不安のある事業を分離しただけな感がしてくる今日この頃なのでござんすよ。はい。おすすめ。